葉がいっぱいあるんです。で、早田さんもね、わかるって言ってましたけど、そうなんですよ。あの、僕唯一覚えてるのがイボイボバイバーイっていう、イボイボバイバイある。あの、ケシとモシで二人でね、言ってましたけれども、そう、パパなんかあくびと同時に朝の挨拶でハラララララって、あの、オルヒー語喋ってたりとか。そうなんですよ。ちょっとぜひもう一度耳をそば立てて聞いてほしいなっていうのもありますし、あと僕やっぱり最後ですね、ラストシーンのあのオルヒー遊園地みたいなのができてたじゃないですか。あそこのなんかいろいろこうオルヒーたちの楽しい世界観っていうのがすごく詰まってたので、どんな遊びしてるんだろうなとか細かく見ていただけるとまた楽しいんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。大変です。お時間がもうちょっとしかないって。話が楽しくて聞いていたら、あともうちょっとで10分で終わっちゃうってことでございます。それで、じゃあこの質問をしようかなと思います。最後の質問なんですけど、ゴミが題材の作品ですが、ま、短く喋ればもう一個ぐらいはいけるとは思うんですね。はい、普段のエコのために気をつけていることは何ですか。エコ、はい、水筒、あ、エコからいけばいい。ちょっと、え、何したの。水筒、水筒言ったんだ今。あ、ごめん、ええ、ちょっと待って、水筒を持ち歩いてるってこと。持ち歩く、うんうん、そうだね。以上、行きましょう。じゃあ、どんどん行きましょう。ペットボトルとかね、あれだもんね。はい、私はね、あの、高山さんどうですか。はい、はい、僕ですか、エコはですね、あの、ポイ捨てをしないようにしてます。はい、ポイ捨てね。ポイ捨ては絶対ダメ。あ、ポイ捨てね。ポイ捨てはダメ。はい、ポイ捨てダメ。ゴミは仕事に。そうだ、ね、じゃあね、はい、このチェイコンか。あ、じゃあ、はい。あ、私はですね、あの、お上がり、お下がりをめちゃめちゃやってます。なので、私はおばあちゃんのお洋服とかをめちゃめちゃ着ることが多いでーす。はい。そうです。私はですね、あのコンビニなんかで、あの不用意に割り箸とかはね、あら、大丈夫ですって言って言うようにしてますね。あ、はい、素敵ですね。はい、はい、次の質問ね。おいおい、違う、17歳です。おいおい、ないんだよね。いいですか、短くて、はい、卵買うでしょ。その時にあの出るじゃないですか、透き通ったこういう入れ物、そうそうそう、あれを取っといて、私あの自称あの絵本作家なんですけど、絵を描くときに絵の具のあのパレットにしてます。卵のね、このパックを、はい、あのね、それでそのままほら、あの洗わないで、アクリル絵の具とかって固まっちゃうとついちゃうんですよ。確かに。だからそれが嫌だから、それを使ってます。皆さんもぜひ絵を描くときは卵のあのパックをね、使ってください。すごい、ありがとうございます。いや、いいこと言った。いつも言ってないみたいな、やめて。いいですか、残りわずかなんですけど、これやっぱり聞こうかなと思ってまして。よいしょ。ね、あのオルフィーファミリーに負けない我が家の面白いエピソード。はい、ちょっと短いんですけどね、短い時間なんですけど、ぜひ。あ、ぜひね。じゃあ、確かに、はい、じゃあ結構があります。あ、私は特にないので。え、本当ですか。え、結構はね、あの家族はみんな魚だって言うんですよ。ね、だオリフィー、オリフィーみたいな感じじゃないですか。魚じゃないですよ、ね、だから結構は自分のことマンゴーだって言うじゃないですか。そうだね。ほんでね、じゃあリカのことはどうやって見えるのって言ったら、全部魚に見える、海の生き物に見えるって言うから、じゃあリカは何って結構に聞いたら、トビウオって言うんですよ。わかる、わかるでしょ。うん、魚なのに飛んでそう。確かに。そうだよね、そんなこともあったね。あ、じゃあ嬉しいです。じゃあ、はい、僕は魚で言うと、なんかシュッてした魚だね。シュッ、かっこいいさ、早いか、かっこいい、なんだろう、マグロとか、わかるわかる、何、マグロとか、マグロよりもっとシュッとした、カツオ、カツオ、カツオ、ちょっとカツオ、じゃあカツオで、カツオで、カツオでね、はい、じゃあカツオです。はい、なんだろう、なんだろうね、なんかこう、あの、ひらっとした、ひらっとした、あ、ひらめ、ひらっとした、あ、ひらめ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 、マリアちゃんは、エンゼルフィッシュ、エンゼルフィッシュ、かわいい、ひらめちゃんです。っていう家族なんですか。そうです、井上家、井上家、そうです、井上家は、井上家はいろんな魚で構成されてます。はい、そうなんです。これは最高に面白いエピソードでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。それちょっとあの記事にならなかったらいいですよ、削除されて全然大丈夫です。本当すいませんね、書きづらいですね。最後に、最後に皆さんからですね、今日来てくださった方、
そして記者の向こう側にいるこれから見る方に向けてのメッセージをお願いしたいと思います、はい、じゃあまずは早山さんからいきましょう、はい、なんかあっという間すぎてまだまだ喋りたい気持ちがあるんですけれども、あの本当に楽しい時間です。ありがとうございました。また大画面で、ね、見られて皆さんあの迫力のある映画だったと思うんですけれども、すごくメッセージ性の込められている映画だなと思います。あの児童文学絵本の題材のある作品ではありましたけれども、こう大人になっている大人の心にも響くような、ストーリーであったりとか、やっぱりこう見た目にとらわれない、誰かからの噂にとらわれないみたいなというところもあったりとかして、すごくなんだろう、こうちょっとあの悩んでる時とかにも見ていただくと、なんかオルヒーたち心にグッとくるなっていう瞬間がたくさんありますので、ぜひぜひまたご家族と友人と楽しんでいただけたらなと思っております。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。モッシー役の河野まりかです。いや私本当に声優人生で一番難しいセリフだなって思ったんです。魚のおなら、あの相手にどう伝わるか、ちゃんと聞こえているかっていうのがやっぱり声優の、あのお仕事だと思っているので、今回本当に難しいこうセリフを言ったんだなっていうのを自分が見て改めて感じました。なのであのこう声優としてまた精進しなければならないなとも思いましたし、この作品って本当に家族と一緒に楽しめる作品だと思うんです。なので今日はあのちっちゃい子も大きい大人もいらっしゃると思いますけれども、ぜひ改めて、家族みんなで楽しんでいただきたいなと思っております。今日は本当にありがとうございました。はい、ご来場ありがとうございました。本当児童文学ですけど、こう大人が見ても改めてグッとくるというか、考えなきゃなっていうテーマがあのちゃんとあって、なんか僕このオルヒーたちっていうのはある意味なんかこう地球そのものをなんか象徴してるのかなっていうね、あの僕我々がこう地球の上で暮らさせてもらって、どうしても出てしまうゴミがあって、それをねこう受け止めてくれてるというか、そういったとこをなんか象徴してるのかななんていうふうに台本読んでて思ったんですけど、そういったなんか SDGs なんてね言葉ももうささやかれて何年も経ちますけど、お子さんたちにはあの純粋にこの世界を楽しんでいただき、一緒に見る親御さんやね我々大人はなんかそこから本当にこういったものを、未来につなげなきゃななんていう考えのきっかけにも、なっていただけたらなと、そんな風に思いながらこの作品に参加させていただきました。またぜひよろしかったら、そしてあのまだご覧になっていない皆さんはあの劇場に足を運んでいただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。では井上さんお願いします。はい、あの今日は本当に皆さんねご来場ありがとうございます。あの最初にゴミお化けっていうね言葉を聞いた時にえっと思ったんですけど、あの映画の中で描かれていることって本当に大切なことで、あのいろんな気づきがある作品だなと思いました。あのそういうあの心をみんなの心に訴えかけるものがたくさんある作品で、そしてドキドキとワクワクハラハラいっぱい詰まった楽しい映画になっていますので、ぜひこれからもねたくさんの方に見ていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。では最後に松本さんお願いします。はい、皆さんねお時間もうね有限でございまして、こんな大切な時間を皆さんの時間をありがとうございます。そうですね、このゴミお化けを通してですね、このエンタメを通して皆さんが自分のことのように考えてもらえたらいいなと、人ごとにせずに、こういうことが自分に起きたらどうなんだろうっていう、そういうふうに向き合ってもらえたらいいなってすごく思います。そしたらおのずと、あこういうことやったらいいな、ああいうことがいいなっていうふうに思えると思うんですね。この私のやった役男の子もその自分のためというよりはその誰かのためとかだったり、一生懸命そんな感じで頑張ったと思うんですよね。なんかそういうのが今なんかすぐこう人のことっていうことで見て見ないふりをするっていう傾向がすごく大きくなっているような気がしていて、なんかそういうのをちゃんと正面向き合って何か誰かが何か起きた時には手を差し伸べられたりとか、例えば何かこうアドバイスができたりとか、
そういうこともやってはいけないみたいな空気感がすごいあるんですけども、なんかこれを通してですね、あ、そういうのもすごく大事だよなとちょっと考えてもらえたら嬉しいかなとすごく思います。今日は一緒にこの映画にこうなんか参加させてもらえてすごい光栄ですし、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に写真撮影を行います。はい、じゃあすいません、スタッフさんマイクを預かってもらっていいですか。で、松本さんに皆さんちょっと接近してください。接近、はい、はい、よろしくお願いします。Tokyo Borderless TV.